習慣のまま、これはこのまましたらずっと。やっぱ雪地みたいなもんです。あ、そうそうそう。これはこのまま下にスーッと皮膚感のままスーッとして押さずに、やっぱり雪地みたいなものですか。ああ、そう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 、指が下に行ってんですよ。はははは、乗っからずに乗っかってんのかもしれないけど、こうしたらこれで、ここの皮膚を取った状態で、で指だけ下に行く。ああ、ちょっと近い近い近い、そう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 。はあ、そのグッとくると反応する。これこのままこれ動いていく。それで行かないもんと思っちゃうといかないですね。なんかぶつかりそうなイメージがありますけど、あ、だから握手と一緒で、こ親指は動かさない。いや、動か、こっちもこっちでこう、そのまま、このまま下行ってんすね。結局今、こっからこう来るわけです、はいはいはい、じゃなくて、このままで、このままの意識で指がこう下に行く感じ。このままの意識で指が下に、ここが変わらない。このままの意識、指だけさーっと指地を取る。このまま指だけ。ああ、そう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 、だから乗っかっちゃダメなんですよ。ここ変えずに、そうそう、そういう意識で指だけ下に、そう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 、これでいくんですね。これまた不思議ですね。いや、乗っかってこないから頑張れないんですね。あ、これは不思議ですね。絵的にとっても不思議。あ、もうわざと倒れてるように見えるかもしれない。あのさっき の, その握手の時は、まあ、こっちこの親指はあまりないと考えるというか、こういうので分かるんですけど、今度は このね、がっちり挟まってる状態で、これで指先だけでいけばこう、そうなんですね。いや、イメージなんですよね、結局。あ、ちょ、これでいかないですよね、はい、で、ここにぶつけるからいかないですよ。で、はい、この肘の下あたりに意識して、このあたりに、ね、今のここにぶつけるから、はい、バーンって返すんですよ。これがただ下にこう下に降りてる。うわあ。拳にぶつけてないじゃないですか。はい。肘から先にできるんです。もう一回ですか。ここにぶつかってないと。これなんかわざとやりますけど。よいしょ。これをだからもう、はぁーって諦めちゃうと拍子抜けしますよね。はいはい。ふんっていくとダメなんで、もう、はぁー、諦めた。わぁー楽しいな、これ。いやぁ。先生が肘の方に意識を持っていて、僕の肘から動いてるみたいな感じですね。まあ、この辺り意識してます。だからここを押し込もうなんては思ってると、はい、結局乗っかることになるんですね。だこうすると当然どうしようもない。そうなるとこの辺ですね。この辺、ここは変えない。こっちですか、こっち。まあ、雰囲気は、あ、雰囲気は、ね、こうなってますね。で、これが
ちょっとあさっての方向向いて、こういう方向だと抜けちゃいますね、はい、押してる時にこの肘の向きが下なんで、こういうことなんですよ。こういう方向。なるほど、すごい。ここに座ってましたっけ、こういうイメージ、はい、これがこの辺の意識、うん、方向が違うんですよ。この一回ここ上からで、これと一緒にこういう動作をして、あ、そう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 、この動作なんですよ。方向が、そう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 、そのこのイメージを拳の方で、さっきこうやってましたっけ、まあ左手この辺添えてもいいんですよ。いや、今、こうのこうだから、はい、同じ方向でいく。もうこの拳を曲げようなんて思わなくても、もう相手固めて動かないんだ、これは。これはこういう向きなのか、こういう向き。あ、そういう向き。こういう向きだと逃げちゃいます。うん、おぉ。これはもう拳にぶつかってます。こういう向き、だこのやっぱ拳にぶつけないで、さっきのこのふわーっと入ってる感じだって、そんな手だからもう逆にもう触れてないで、ここで指発進がある、うん、あーった欲しい、これも皮膚、皮膚、皮膚。おお、そう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 。どちらの均等感が、どっちかが強かったりしても反応してるんですよ。あ、そうそうそう、そうそうそう、その感じ。一緒に、おお、そう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 。うん、いやー、これもまた怪しいな。素晴らしいですね。どっちかが、どっちかが強かったりすると、今、こっちがおろそかで、こっちがこうなんですよ。うんうんうん、で、こっちが強くて、うん、こっちが弱かったりしてもダメじゃないですか。うんうん、だから、この、一緒に降りるこの均等感です。うわぁ均等感だった。気づかないですね。うん、一緒に来ないと。ああ、欲しい欲しい欲しい。その感じで。ああ、そう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 。うんうんうん。うわ。さっきのもう一回この、どうですか？これ、はい、これがこうしたらぶつかる。うん。こんな乗せなくて。今の拳乗せてる感で、もうこんぐらいでいいんですよ。あれ、こっちは何かするんでしたっけ。いや、あんまりしないでした。じゃあもうそれは乗っかって、これこちょっとこう取るんですっけ、別に気にしないんですけど、あ、でも最初のこのぐらいはで、あと指がある、指が、
それは多分乗っかってきちゃってる。乗っからずに、乗っからずに、ふう。気づくじゃないですか、はい、だからこのままなんですよ、ね、うんうん、ところがやっぱりちょっとこうしなくちゃいけない、うん、乗っかってくるの分かりますよね、はいはい、だから乗っかんないでここだけこういってる、うわ、うん、今のはだから前言ったみたいなこの重心を揃えるってのではなくて反射させないように指先、あ、そう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 ですね、これちょっと面白いので、これでいきますか。これで、はい、これちょっと難しいですよね。あの、はい、なんかやっぱ、こういう方向なら分かるけど、こんな電って立てられると、はい、いかないんですよ。はい、だからこれってもう、よっかかってることになっちゃう。うん、この二頭筋とかに当たるから、うん。で、これを、この頭の重さが後ろに行くんですよ。はい、で、ここの感じが変わるんで、変わったんですけど、結局落とすときに、うん、これをやると今、はい、瞬間的に反射起きますよ、はい、だから、このままで、これをこう下に行ってる、はい、これが下に行ってる、これがっていうのは、腕が下に行ったんですかこのままなの、このままですね、このままはあ、ところがみんなやっぱ手があるからはいっていくんですよ、うん、はい、途端に反射出ますよね、はい、だからこの皮膚感覚でいいんですよ、はい、でここは変えずにスーっていう感じ、だからここをみんな気にしちゃうから、だからこれねもう見ないでパーってやってこの感じでパーってやってはぁってもう一番簡単、もう見ないでこれは気にしないで、はい、押し込んでしゃがんじゃダメですよ、この手の重さが落ちるぐらい、うん、はぁ、うん、これだともう自分の左足の手の反射が出る、ここかいな、はぁ、いや腕から来て、そのワンセットのまましゃがむだけ、これね、だから触れてるとちょっと離しとくと、そこからこれだと何も気づけないんですよ、自分は。で腕からいかないんですよ、そのまま降りる、ああ、そう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 、接触はほぼない。ない。でもだから木村さんの体の重さがここに入ってくるから。あ、腕からいくともう途端に相手がやっぱり一拍子とか一気に来るから耐えられない。うん。欲しいなぁ、そのままでまだ重さがあるんですよ、顔上に、ああ、ゆっくり、これで抜けたんですよ、これ抜けた、はあ、これで降りれば反応できる、あ、そう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 、あ、これがこの分がこの、そうなんですよ、
で、これはこう触るとそうです。ああ。重さを感じて。重さが乗りました。頭は結構重い。この状態で。ああ、そうです。すごい。本当に信じられないぐらい接触がないな。柔らかい。